熊高は海上自衛隊のミサイル艇。早草型ミサイル艇の4番艇。艇名は熊高に由来する。海高型託船艇。熊高に次いで日本の艦艇としては2代目である。熊高は平成12年度計画ミサイル艇827号艇として三菱重工業下関造船所で2001年10月2日に寄港され2002年8月2日に 浸水、2003年3月24日に収益し、同日付で、佐世保地方隊佐世保警備隊霊下に新編された第3ミサイル停隊に大高と共に編入された。2008年12月1日、大港地方隊霊下の余一防備隊第1ミサイル停隊に編成がえ。2012年4月15日、道の区安で墜落した第25航空隊。 所属 SH-60J の捜索に参加。2015年7月9日午前5時半から11時半、宗谷岬北東 60km を西に航行する、スラバ級、ミサイル巡洋艦、バリアーグ、ソブレメンヌイ級駆逐艦、ビストルイ、ウダロイアイ級駆逐艦、アドミラルビノグラードフ、改め、アルタイ級補給艦一隻。 標的船栄光中のポリエチレン -65、型公用衛船、メガバイト -92 で構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後宗谷海峡を西に進んでいる。2015年7月10日午前2時半頃から7月11日午前7時半頃、宗谷岬北東を航行する、ウダロイ級駆逐艦1隻、クリシャブイ型警備艦4隻、 タランタル3型ミサイル艇3隻、ロプーチャ型揚陸艦、アドミラルニベルスキー、アリゲーター型揚陸艦1隻、改め、アルタイ級補給艦、ビジョラ、オビキュ病院船、イルティッシュで構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後宗や海峡を西に進んでいる。2015年8月29日午後4時頃、中ロ合同軍事演習。 海上連合2015を終えて、宗谷岬北西9 0トルを東に進む、新洋級駆逐艦、新洋、郊外型、フリゲート、臨理商用、071型揚陸艦、長白山、福井型補給艦、対抗、発見、監視した。艦隊は、その後宗谷海峡を東に進んで、オホーツク海に入っている。翌日午後6時半ごろ、 宗谷三崎西1 5 0トルを北東に航行するソブレメンヌイ級駆逐艦ビストルイで構成される中国艦隊を発見、監視した。艦隊はその後宗谷海峡を東に進みオホーツク海に入っている。2015年9月27日午前7時半ご頃、宗谷三崎北西1 2 0トルを東に航行するグリシャスリー型警備艦ホルムスク。 ロップウチャ I 型揚陸艦、アドミラル・ニベルスキー、ロップウチャ2型揚陸艦、ペレスウェートで構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後宗谷海峡を東に向かっている。2016年5月10日午前5時ごろ、宗谷岬北西 120km を東に、航行する、タランタル3型ミサイル艇、R-24。24 R-29 で構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後宗谷海峡を東に抜けている。2016年5月30日午前6時頃、宗谷岬西北西 120km を東に、航行する、グリシャボルト型警備艦、ウストイリムスク、MPK-221 で構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、 その後、宗谷海峡を東に進んでいる。2016年8月5日午後3時、青森県尻谷崎の北東約 100km の太平洋上を精神するロシア海軍、ウダロヤイ,イ級駆逐艦、アドミラルビノグラードフを確認した。2016年10月19日午後12時頃、宗谷岬北西 55km の日本海を東に航行するクリシャボルト型警備艦、 ソベツカヤガバに、ロップウチャー型揚陸艦、ペレスウェイと、改めアルタイ型補給艦、イリムで構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。艦隊は、その後オホーツク海に入っている。2017年7月5日、ゾーヤミサ崎沖を航行するスラバ級、ミサイル巡洋艦1隻、ウダロヤイ級駆逐艦2隻、ソブレメンヌイ級駆逐艦1隻、 クリシャ3型フリゲート1隻、クリシャ V 型フリゲート2隻、タランタル3型ミサイル艇6隻、ナヌチュカ3型ミサイル艇1隻、ロプーチャ I 型揚陸艦1隻、ロプーチャ2型揚陸艦1隻で構成される、ロシア艦隊を発見、監視した。ウィキメディアコモンズには、熊高に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。